先日ツイッターにてとある画像が少し話題になっていました。その画像というのが私モコウとバーチャル YouTuber のキズナアイさんが、まあ、ある行為に及ぶという、まあ、一種の、まあ、18禁同人誌のような、まあ、漫画の一コマのような、まあ、そういった画像でございました。まあ、当初私はそれを見たときに、ああ、なんだか物好きな人もいるな、という軽い気持ちで見ており、まあ、サブチャンネルで少し話題に取り上げたり、生配信等で、ちょっと話題に出したりしておりました。また、その画像の作者さんは、まあ、その同人誌のようなものを最後まで完成させ、今年の夏のコミックマーケットにて販売する予定だったそうです。まあ、しかしながら、そちらの作者さんの方に、おそらく、そのバーチャル YouTuber のファンの方からというか、まあメッセージというか、まあ、犯行予告のようなものが届いたそうです。絶対にこんなものは売るなと、やめろと、殺すぞと、まあ、それによって作者さんはその同人誌の完成を見送り、謝罪とともに、まあ、夏コミケの販売、そしてその同人誌の執筆を中止するとツイッターにて宣言しておりました。バーチャル YouTuber ファンの皆さん、そしてキズナアイさん、本当に申し訳ございませんでした。これにつきまして、その同人誌の作者さんは微塵も悪くありません。こういった事態を招いてしまったのも、私のようなバチャブタが調子こいて動画とかで絆愛ちゃん好きとかファンですとか、私も一 YouTuber であるにもかかわらず、軽率に他の YouTuber の名前を出し、そういった視聴者の方々を煽ってしまったと、全てはそこに責任があると思っております。犯行予告をされたバーチャル YouTuber ファンの方の気持ちがよくわかります。そうですよね、僕みたいな気持ち悪いキモオタのバーチャル YouTuber オタクのバーチャルタのオタクに大好きな愛ちゃんがぶちをかされるところだって見たくないですよね。本当にすいません。僕だって好きなキャラクターとか、まあその VTuber とか、まあ、そういうのが、まあ、よくは得体の知れない、どこの馬の骨かもわからないような気持ち悪い男に好き勝手されてんの見たくないです。お気持ちはすごいよくわかります。ただその作者さんには罪はありません。 100% 私が何も考えずに絆愛が好きとか、まあそういう話題に出していたのが悪かったです。
今後は私も一動画投稿者として軽々しくよそ様の名前を出さないように全身全霊気をつけてまいりたいと思っておりますので、どうか許し合ってください。許してやったらどうや。すいませんでした。